クオーレは、ダイハツ工業の軽自動車である。1977年7月に、マックスクオーレとして登場。詳しくは、ダイハツフェローを参照。1980年7月にフルモデルチェンジを受け、独立したモデルとして、クオーレとなる。この時に、商用モデルの姉妹車、ミラクオーレが誕生する。ミラクオーレは、 商用車であるゆえに、物品税が免除されることもあって、常用モデルのクオーレより、はるかに上の台数を販売することになる。ミラに設定されたターボ車と 4WD 車は、最後まで設定されなかった。1985年にフルモデルチェンジを受け直列、3気筒再 h c エンジンと、インタークーラーターボエンジンが搭載される。この時からミラは、 商用版の姉妹車としてラインアップされるようになる。販売に関しては、一部税金免除がある商用車で、あるミラに主役の座を奪われてしまう。グレードは3ドア車に TA,TC,TCX。5ドア車に CA,CG,CX, ターボ CR。初期のクオーレは3ドア TCX と5。 ドアターボ CR 以外は、前輪ブレーキは、ドラムブレーキでタイヤは10インチバイアスタイヤであった。AT 車の設定も3ドア TC、5ドア CG、CX とミラに比べると少なかった。日本では、クオーレの商標は廃止されたものの、欧州向けの輸出者として2013年1月まで、商標が継続されていた。ちなみに、日本国内販売のミラセランと、 ほぼ同型だった。近年では、ミラの車体に 1000cc エンジンを乗せた、欧州向けモデルが、クオーレを名乗っていた。この 1000cc エンジンのミラは日本では2002-2004の200年まで、ミラジーの1000で販売された。ありがとうございます。